YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。張本コレミツです。今回からですね、張本の企画動画、新シリーズがスタートします。その名も題して、張本コレミツの栗山レビューでビュー。こちら、どういった企画なのかと申しますと、ご存知のない方が多いとは思うんですが、北海道に栗山町という町があるんですね。でこのダストマンズチャンネル、こちらミュージックビデオやこの張本の企画動画、こちらの監督さんがその栗山町出身ということで、いろいろ話を聞いてますと、大変魅力的な町なんだそうですね。そこでその知られざる栗山町の魅力をこの YouTube でお伝えしてみようということで始まったわけです。張本もまだですね、行ったことがない町でございますので、本当にご覧になっている皆様と同じ視点で、いろいろなものや場所、こういったものを知ってですね、楽しんでいければというふうに思っております。それでは張本コレミツの栗山レビューでビュー第1回目、ご覧ください。どうぞ。張本コレミツの栗山レビューで YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。張本コレミツです。今回はですね、張本の栗山レビューでビュー、記念すべき第1回目ということですね。栗山町といえば、そうです、栗まんじゅうというものがございます。こちらですね、おまんじゅうの中に栗が入っております。これが大変美味しいということで、張本レビューしていきたいと思います。張本コレミツの栗山レビューデビュー。栗山町にはですね、2つの、メーカーさんがございまして、栗まんじゅうを作っている、まずですね、1つ目、こちらですね、三つ和さんの栗まんじゅう。そしてもう一つのメーカーさんがこちらですね。こちら中身は同じなんですが、小さい、普通のサイズ、そして大きいサイズっていうのがございます。これは栗山製菓さんの栗まんじゅう。さあ早速ですが、こちらの三つ和さんの栗まんじゅう、まず、レビューしていきたいと思います。開けます。さあパッケージはこちらです。すごくお上品なデザインですね。こんな、なんですかこれは、ヘラみたいなものがついていて、さあ開けます。お、見てください、所狭しと栗まんじゅうが満席です。1、2、3、4、5、3、5、15個、15個入りです。三つ和の栗まんじゅう、こちら一ついただきたいと思います。ご覧ください、張本と並べるとこの感じ。いただきます。栗、中にですね、すごく小さな、見えますかね、小さな粒状の栗がたくさん入っていて、それがこうすごくいい風味をですね、醸し出してるわけですね。すごくシルキーな舌触りといいますか、甘みもこう、お茶欲しくなるな。
またですね、サイズ感も本当に一口、二口ぐらいですね、パクッとさらっといけてしまうという、すごくサイズ感も可愛らしく食べやすい、そして美味しい、シルキー、シルキー、シルキーな味わい、三つ葉さんの栗まんじゅう、大変美味しくいただきました。有本コルミスの栗山レビューデビュー。さあ、それでは2つ目の栗まんじゅうレビューしていきたいと思います。栗山製菓さんの栗まんじゅう、こちらが通常バージョン、そしてジャンボバージョン、こちらちょっと気になりますんでね、こちらをちょっとレビューしていきたいと思います。もうまずこのずっしり感すごいですよ。和菓子とは思えぬ重量。すいません、張本ですね、ちょっと不器用のあまりバラバラになってしまいました。まあ、大体こういう感じですね。栗山製菓さんのジャンボ栗まんじゅういただきます。うまい。大変ですね、先ほどの三つ葉さんの栗まんじゅうは繊細なシルキーな、味わいだったに対し、栗山製菓さんの栗まんじゅうはどちらかというとこう食べ応えのあるワイルドな舌触り、食べ心地、うまい。栗がですね、もう丸まんま入ってるわけです。こちらもちょっといただきますね。おお、栗、これぞ栗まんじゅう。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。有本コルミツの栗山レビューデビュー。さあ、続いてはですね、同じ栗山製菓さんの栗まんじゅう通常サイズバージョン、こちらもいただいてみたいと思います。で、ジャンボ栗まんじゅうともしかしたら中身が味が違うかもわかりませんので、こちらもちょっと開けていただいてみたいと思います。それと三つ葉さんのやつよりはやはり少し大きめ、少しじゃないですよね、割と大きめな、上手に取れましたよ。それでは栗山製菓さんの栗まんじゅう通常サイズバージョンいただきます。ジャンボと同じ、おいしい。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。さあ、ということで張本の栗山レビューデビュー、記念すべき第1回目栗まんじゅうのレビューをお届けいたしました。本当にですね、どちらの栗まんじゅうも大変美味しく、もう甲つけがたいと言いますか、張本はどちらの栗まんじゅうも、それぞれに、特徴、個性があって大変美味しくいただきました。ぜひ気になった方、栗山町へ行ってですね、こちらの栗まんじゅうお手に取ってみてはいかがでしょうか。というわけで、また来週。ビュー。